新社員の皆さん、小沢市長と組んだらどうなるのか、自民党幹事長から、新政党、新進党先駆け、社民党、立憲民主党、民主党政権、波佐見政権の幹事長、自民党幹事長だった、令和新選組を作る、希望の党を、国民民主党とは組むのか、今、障害者が多い時代だから、脱ポリミズム、国民のための政治というのは入るのではないか。国民のための政治、今、障害者が多いので、国民のための政治、脱ポリミズムというのは入るのではないか。以上、小沢市長の提言より、失礼します。